はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンジードデラックスウルトラゼロアイネオです。はい、最新話でニュージェネレーションカプセルを使ってウルトラマンゼロビヨンドにネオフュージョンライズしたウルトラマンゼロですが、標準のウルトラゼロアイもリニューアルされて、2010年に発売した最初のウルトラゼロアイに比べるとちょっと形が変わりましたね。ただ本編でも今回のゼロはこっちを使ってますから、後で比較してみましょう。今回は限定カプセルのニュージェネレーションカプセルアルファとベータが付属して、本編ではウルトラマン光が突然届けてくれましたね。銀河とオーブとビクトリーと X の力が入っております。外箱をぐるっと見回すとこうで、ウルトラゼロアイ本体とカプセルが2つ付いて、定価が2500円ですから、そう思うと割とリーズナブルな気がします。ではレビューしていきます。というかウルトラマンゼロビヨンドは4つのウルトラマンの力がプラスされてるとはいえ、通常のウルトラマンゼロから大幅に見た目が変わりましたよね。でも本編だとほんとかっこよかった。ただ変身バンクがめっちゃ長くて、そこがちょっと気になりましたね。はい、パカッと開けて取り出すと、おお、ウルトラゼロアイコンパクトめかな。とはいえ本編でレイトが触ってるやつと同じボリューム感で、なんかなだらかな造形に変わりましたね。これまでもうちょっと機械的に尖ってましたから、だいぶ印象が違うなという感じ。ゼロアイ本体プラス特別なウルトラカプセルが2本入っております。はい、中身はこうなってて、ウルトラゼロアイネオ本体とニュージェネレーションカプセルアルファとニュージェネレーションカプセルベータ。まずニュージェネレーションカプセルアルファの方には銀河とオーブの力が入ってて、形状自体はこれまでと変わりませんが、絵柄に2人のウルトラマンが乗ってて、向かい合わせでアイコンも書いてありますね。で、上にずらすとエネルギーが青と白と両方同時に装填されるような感じで、ゼロに変身するレイトが G ドライザーで使用することで1本のウルトラカプセルに融合してましたね。相変わらずスイッチの感触も良くって、絵柄も超かっこいい。そしてもう一つがニュージェネレーションカプセルベータで、こちらにはビクトリーと X が映ってて、向かい合わせになってて V と X で黄色とグリーンでエネルギーが充填されるような感じで、こちらも融合前のビクトリーと X はそれぞれ別でヒーローズセットとして発売されてますね。そしてウルトラゼロアイネオ本体ぐるっと見回すとこうで、正面上側下側で本編通りちゃんと右上にスイッチがありますし、ここはクリアパーツでスピーカーがあって、裏側にメカ的なモールドも入ってますから、この辺も本編通りで、 G ドライザーと合体するためのジョイントが3つあって電池入ってて電源もありますね。これまでのウルトラゼロアイと比べると少しコンパクトめで、まあでも横幅が違うぐらいで、縦幅とかはそんなに変わらないのかな。でこっちはもう少しエッジのかかった造形で、同じ箇所にボタンがありますし、ガンモードに変形なんかもできましたが、今回ガンモードへの変形はなくて、全体的な造形も少し曲面っぽくなってますね。これはこれで立体感があってかっこいい。では単体音声を確認しましょう。電源オン。発光はなくて起動音が鳴って、ボタンを押すと、はい、ウルトラマンゼロの変身音。もう一回押すと、俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ、俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ、で、ミヤノボイスが入っております。音声は2種類で、もう一回押すと1音目に戻りますね。2万年早いぜとかは単体で言ってくれないんですよね。ただサイズ的にこちらで持って自分の目に装着して音を鳴らすことで変身なりきり遊びができますね。大人の僕が、ああでも装着しても全然大丈夫そう。
そしてここからがこのおもちゃの本番で、別売りのデラックスジドライザーとここのジョイントを使って連結合体することでウルトラゼロアイネオモードが完成します。はい、ガチッとロックされて待機音声がこちら側から鳴ってますね。これがウルトラゼロアイネオモードで、この状態でぐるっと見回すとこうで、単純にジドライザーのここのジョイント部分にロックされてるだけなんですが、それでも見た目だいぶ変わって、シルバーラインがウルトラゼロワイのこことマッチしてて、ちゃんと専用の変身アイテムっぽく見えますよね。引っ張れば取れますし、押し込めばかなりしっかりロックされるような形です。そしてゼロアイネオモードの状態で付属のアルファカプセルとベータカプセルをスキャンすることでウルトラマンゼロビヨンドに変身することができます。ではやってみましょう。ゼロアイネオモードに合体。銀河オーブ、ビクトリー X、俺に限界はねえ。ニュージェネレーションカプセル、アルファ、ベータ。ウルトラマン、ゼロビヨンド。はい、ウルトラマンゼロビヨンドに変身完了しました。ニュージェネレーションカプセル、アルファ、ベータとサウンドが鳴って、発光部分もウルトラゼロアイ越しですから、ちょっと変わった光り方でしたね。ちゃんと専用の変身音もなりましたが、これはウルトラゼロアイをここにはめてないと、変身音声が鳴らないんですよね。さらに必殺技。バルキーコーラスで攻撃音。これがゼロビヨンド関連のサウンドです。変身サウンドもう一回聞きましょう。発光は正面から見るとこうで、裏側から見ると、黄色と白かな。一応ゼロアイモードを解除してこの状態でスキャンすると、はい、普通にオーブのサウンドが始まっちゃって、で銀河になりますね。なので4人分のサウンドが一気に流れるようなちょっと変わった連動サウンドが発動します。ゼロアイネオモードに戻して、今度はニュージェネレーションカプセルアルファのみをスキャンしましょう。銀河とオーブ、はい、オーブと銀河の変身サウンドが連続で流れました。必殺技。
オーブスプリームカリバーと銀河スペシャリの必殺技音声が交互になるというか同時攻撃みたいないい感じの連動音声が鳴りましたね。ではベーター、今度はビクトリーと X。 発光としてはグリーン。はい、今度は X の変身音が鳴ってからビクトリーの変身音が鳴りました。必殺技。これも同時攻撃のような必殺技サウンドが鳴りましたね。これで付属のウルトラカプセルのゼロアイモードでの連動音声は鳴らしましたが、これが通常の G ドライザーでも変身音声が鳴らないのみで、それ以外の連動は同じですよね。はい、同じように変身音声が鳴ったりとかして、この後にビクトリーの変身音声が来ますし、アルファの方でも同じように、オーブのサウンドと銀河のサウンドが鳴りますね。あとはゼロアイネオモードでの専用連動音声というのもあって、これまで発売したウルトラカプセルをいろいろとスキャンすることでゼロのセリフが鳴るそうです。例えばお父さんのセブンをスキャンすれば、さあ新たな伝説を作りに行くぜの個別セリフが鳴ったり、あ、スペシャルでね鳴らしちゃいましたけど、普通のセブンも同じですね。例えばベリアルとかだと鳴るかな、何か、やつは生き延びていたのか。ベリアルに関連するサウンドとか、師匠のレオだと、さあ新たな伝説を作りに行くぜ、あれ同じだ。他には怪獣系、例えば最新話で戦ってたギャラクトロンとかだと、さあ来い、ぶっ飛ばしてやるぜ、さあ来い、ぶっ飛ばしてやるぜとか、ダークロップスゼロは、その野望、俺が叩き潰す、その野望、俺が叩き潰すという感じで、様々なゼロボイスをカプセルに連動して鳴らすことができます。今回確認した以外にも、ウルトラマンゼロ、セブンの息子だとか、ピンチの時は俺が駆けつけるぜとか、お前の相手はこの俺だとか、とりあえずここに書いてある9種類は鳴るようですね。でもサウンド自体はあくまで G ドライザーから鳴ってますから、これどういう仕組みでゼロアイネオモードを認識してるんだろう。あ、ここかな？え？この出っ張りが、ここの部分のパーツを押すことでゼロアイモードに変わるってこと？ここ押せる？あー、押せるけど、すごい押しづらい。あー、なるほどね。ここで認識してるんだ。ただこれは簡単に押せそうなパーツではありませんから、ちゃんとウルトラゼロアイネオを購入しないと専用音声を楽しめないって感じですね。というか、ウルトラマン光は、G ドライザーとナックルとカプセル4つを持ってきて、ゼロをパワーアップさせてくれましたから、科学者とはいえ開発力すごいですよね。
はい、ということでウルトラマンジードデラックスウルトラゼロワイネオを紹介しました。一応これ単体でウルトラマンゼロへの変身遊びが楽しめますし、ニュージェネレーションカプセル自体はこれを買わないと手に入りませんから、特別なセットではありますが、パワーアップフォームのゼロビヨンドに変身するためには別売りのジードライザーが必要ですから、ここ若干注意が必要なのと、基本的にはゼロワイモードありきですから、ジードライザーを持ってない人は別で買うか、ゼロワイネオの発売に合わせてジードライザーとのセット版も発売されましたので、単体版かセット版をどちらか選んで買うって感じですね。以上、ウルトラマンジードデラックスウルトラゼロワイネオの紹介でした。